パンを切っていきます。ニキン、ニキンって言っても冗談じゃない、ニキンないよねこれ。ニキンの大きさ、ニキンさは大体野上さんだったらこれくらいまでありますよ、よくわからない、よくわからないのがパン作り。さあこれがいいのか悪いのか、いいんですけども、なんかちょっとこの辺が重い、下が重い、ちゃんと焼けてないにおい、ダメだ、なんかもう思ったより絶対失敗してるな。よっ、でも、このパンは45点ですね。それでは皆さん、いってらっしゃいって、休日、今日は連休の休日です。皆さんゆっくりお過ごしください。ダメだ。